関西鉄道、関西鉄道、関西鉄道。関西鉄道、関西鉄道は、明治時代に存在した鉄道会社。大阪府中東部、三重県、奈良県、和歌山県を中心に路線を展開した。現在 JR 東海、JR 西日本が保有する関西本線、草津線、片町線、紀勢本線、桜井線、和歌山線、奈良線。 大阪環状線の前身である。本社は三重県四日市市にあったが後に事務所は大阪に移転した。関営鉄道、関鉄東海道線のルートから外れた三重県、滋賀県の旧東海道沿いの地域を東海道線と連絡する目的で開業したが、周辺鉄道会社を合併することで路線規模を広げ、名古屋大阪間の独自直通ルート開設を実現した。 東海道線との間で壮絶な旅客獲得競争を繰り広げたことが、後世まで有名になっている、後日。旅客サービスや車両技術において、先進的な試みを行ったことでも知られるが、この背景として、日本の鉄道技術の先駆者と言われる、島安次郎が、初期に技師として同社に在職していたことが挙げられ、間接鉄道の経路から外れた、 東海道沿いの市が、三重県下の都市を、東海道線に結ぶ目的で設立されたが、当初から大阪進出の意図はあったとされ、同じく名阪間に出願した大阪鉄道、初代との間で調整もなされている。その後、路線を西へ奈良に延長、片町市場縄手を開業していた何和鉄道を呼び、市場縄手から、木津方面の路線免許を持つ、 二階業の城下鉄道を合併して、現在の片町線経由で、名阪間を開通。1898年、明治31年に、大阪片町にターミナルを入手した。しかし、敷地の拡張が困難なため、もう島、廃止に起点を、移設、さらに港町から奈良に、路線網を持つ大阪鉄道、初代を合併し、現在の関西本を全通。 港町にターミナルを再度移転させた。名阪前通に伴い、関節鉄道との間でこの区間の旅客、貨物をめぐる競争が始まった。これは、関西鉄道を吸収した側の関鉄の生死とも、いえる日本鉄道士にも、私服を咲いて触れられるほどである。関西鉄道は、中高一往復、夜高一往復で、料金不要の急行列車を設定した。新式の、 早風、後の国鉄六千五百系蒸気機関車と名付けられた蒸気機関車を用いた急行は、同区間を中高では下り五時間三十四分上り五時間十六分、夜行は下り六時間四十一分上り六時間三分で、走破した。この時、関鉄の下り急行列車は、名古屋駅大阪駅間において中高が六時間四分、夜行が五時間二十分で走破し、運賃も、 同額の1円21銭であったから、勝負はほぼ互角であった。1900年、明治33年には、奈良駅、天王寺駅経由の現在の関西本線ルート、港町駅、現、JR 南馬駅名古屋駅が完成し、中高急行に関しては、こちらのルートを通すようになった。しかし所要時間はこの時若干伸びた。その後、1902年、 明治35年には再び所要時間を短縮し、5時間弱の運転とした。急行列車には1904年、明治37年により、食堂車も連結されるようになった。1902年、明治35年8月1日、関鉄の道区間の片道運賃が1円77銭、往復運賃が2円30銭だったのに対して、関西鉄道が往復運賃を2円。 片道は1円47銭に値下げると、関鉄はあてて、同月6日に往復運賃を1円47銭に値下げし、往復運賃が片道運賃を下回るという事態になった。関西鉄道もすぐさま往復運賃を1円50銭に値下げし、うちわなどといった小物のサービスを行うなどして、競争は泥沼化して行った。同年末に名古屋商業会議所の県議により、 大阪府知事、国会議員等の調停がなされ和解が成立したものの翌年10月になって関西鉄道側が一方的に協定を破棄する形で競争が再開され、同鉄道は片道運賃を1円10銭、往復運賃を1円20銭とし、弁当などもサービスするありさまとなった。当然加藤競争状態であったが関西鉄道はほとんど やけクソで勝負していたようである。関西道の社長は倒産も覚悟し、どうせ潰れるなら関鉄を潰してからと言ったと言われる。この競争は、1904年、明治37年2月に、日露戦争が勃発したことで輸送が軍事優先となったため、同年5月にようやく終結した。合併によって、近畿地方での存在感が高まるにつれ、周辺の私鉄が、 関西鉄道に合流する動きが出てきた。1904年に、際鉄道が合併した後、同年に、近畿鉄道合同委員会を設け、南は鉄道、奈良鉄道が合流した。南海鉄道は、委員会に加わったものの合流に至らなかった。その後関西鉄道は、1906年、明治39年交付の鉄道国有法により1907年、 明治40年10月1日に国有化された。路線 299M16C、開業線 280M72C、未開業線 18M24C、機関車121、客車571、貨車百2 7 3が引き継がれた。一地方のみの路線であるので国有化を除外されたいとの請願書を出したが受け入れられなかった。国有化直前。 同社は、主要幹線である港町なら京都間と名古屋、河原玉及び上東線、現大阪環状線の電化計画を立てて認可を受けていたが、これは国有化にあたって、買収額を高くするための方策であったとする見方も、ある。電化は国有化後全く帰り見られず、1914年、大正3年以降に発展した大阪電気軌道、奈良電気鉄道、 伊勢電気鉄、いずれも今日の近畿日本鉄道の路線網に機能を取って代わられた。1973年、昭和48年になってようやく、関西本線の奈良港町間が電化され、現在では、関西本線の亀山鴨茂館以外は、電化が関している。関西鉄道は、関西、または、関西と呼ばれるが、関西鉄道運輸課が発行したポストカードには、 関西の文字が見られ、一方、旧交通博物館所蔵の関西鉄道の文書に、関西鉄道というカタカナの文字が見られる。特起な機構は、日本鉄道史による、関西鉄道の蒸気機関車の形式は、原則として同系機の最初の番号を取ったが、形式ごとに日本語による、クラス名が付けられており、特色となっていた。のなど古典文学に多く由来しており、特に、 す住すみ、池月は平家物語に登場し、宇治川の合戦の先人争いで知られた、源頼朝の相場から取られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。